はい、毛染め液を塗り終わりましたので後処理します。そうだ、みんなそうしてね、うん、味噌を作ってやったんだ。そう、お鍋も作ったり味噌も作って、ね、お醤油のやつもまた別に作って、うん、それで絞ってもらうんですかね。そうだよね、うん、それが本物だったんだからさ。そうだよ、結局は。そうですよ、そういうことですね。何の混ざっくもないね。はい、いや本当ね、そうだよ、純粋な、純粋なお醤油だった。そういうこと。だってお味噌は麦麹のと米の麹のと作ってね、麹までうちで作ったんだから。そうですよね、うん、うん、私も覚えてますよ。そうでしょう。はい、でも味噌はさ、3年味噌だよ。そうだよ ね、うん、3年経つと美味しくなるんだよね。寝かせてね。そう、今のは違わない、賞味期限がある。そうだよ。はい。